お客さん、仏頂面してどうしたの？舞踏会のペアに悩んでる？ああ、なるほどね。そっか。じゃあ、私がペアになってあげる。そう言ってほしいと思って、空気を読んだよ。それで？どうする？私とペアになるの？どうなの？早く決めて。もちろん、びっくりするほどうまいってほどでもないけど、人並みには。踊れた方がいろいろと便利だから。それじゃあ、ちょっと練習しに行こう。早く終わらせた方がいいでしょ？ほら、お互いの感覚だけ合わせておけば大丈夫だろうから。お客さん、全然踊れてないけど。まあ、不器用でも一生懸命ってことだと思えば、それもお客さんのいいところかもね。ちょっとお客さん、大丈夫？捻挫してるかもしれない。医務室に行こう。変な名前のダンジョンだね。で、ここが何？どうして私をここに連れてきたの？次のテルミニに仕立て上げるために、生まれる前に私は徹底的に改造された。魔術で魂すらいじくられて、心のない空っぽな存在として生み出された。私のことを愛してくれたお母さんが目の前で暗殺者に首を切られて死んだ時も、悲しむことも怒ることもなかった。私は何もわからない間抜けな踊り子を演じて、暗殺者たちを油断させた。土下座して媚びを売って、ボロボロ嘘の涙を流しながら間抜けな踊りをした。それを見て、暗殺者たちが油断した瞬間、こっそり飲み込んでた調理用のナイフを取り出して、その暗殺者たちを、お母さんの仇たちを皆殺しにしたよ。復讐がしたかったわけじゃないんだ。別に憎いとも思わなかったし、ただあいつらを生かしておいたら私も殺されるかもって判断しただけ。だから殺される前に殺した。ナイフを飲み込んで隠してたせいで、食道とかズタボロでしばらく上手に歌えなくなったけど、死ぬよりはいいよね。そんな損得感情だけで、私は生まれて初めて人を殺した。もちろん殺人を犯した罪悪感も、お母さんの仇を討った達成感も何もなかった。騒ぎに気づいた警察が駆けつけてくるのをぼーっと待ってた。暇だったし、掃除とかしてもよかったんだけどね。勝手に死体とか片付けていいか分かんなかったから、とりあえず手慰みに次の舞台の衣装をチクチク縫ってたよ。あ、今着てるこれ、その時に縫った衣装だ。微妙に血とか付着したままなのかな。お母さんの匂いがするかも。うん、それがお仕事、今回の任務だもんね。いつものように空気を読んで頑張るよ。どういうこと？そうだったね。お客さんにちょっとした相談をしたんだったね。実際お給料をもらってるから相手してるだけではあるね。
私とあなたは単なる上官と部下で、それ以上でもそれ以下でもない。それが寂しいって言うなら、呼び方とか変えようか？ご主人様とか呼ぶ？陛下？殿下？下下？この虫けら野郎？あなたはどんなキャラが好き？空気を読んでお好み通りに演じてみせるよ。空っぽなのが好きってこと？みんな意外と女の子に感情とか発言とか思考とか求めないよね。気持ちよく喋るのを黙って聞いて肯定して何でもしてくれる都合のいい女の子が好きみたい。だから私、そんな都合のいい理想の女の子だからか、割とお店に来るお客さんに惚れられがちでね。こないだ界隈では有名な劇作家さんにガチ恋されたんだよね。それで豪華な贈り物を渡されつつプロポーズされたんだ。でも私、結婚する気とかないしさ、断ったんだけどね、先方が納得してくれなくて。困っちゃってあなたに相談したんだよね。男の人の気持ちは男の人の方がわかるかなって。特鉄隊の女の子をとっかえひっかえしてるくせに。でもその割にお客さんはうまいこと誰とも結婚とかせずになあなあで済ませてるよね。私も同じように例の劇作家の人の求婚を交わしたいんだ。できるだけ角が立たない方法でね。その劇作家さんを怒らせると私業界から干されちゃいそうだし。それは困るんだ、他の生き方を知らないから。うん、私が何を言ってもそんなの嘘だ、君の本当の気持ちを聞かせてほしいってしつこくてね。本当の気持ちって何？私にはないけど、そんなの。だからないって、そんなの。私哲学的ゾンビみたいなものだし。どういうこと？今さら感情なんて芽生えても持て余しちゃいそうだけど。どうだった？勝手に見ていたくせに感想もないとか言わないよね。お客さん、そこまで褒めるとなんか嘘くさいよ。お客さん、今から私の部屋に来てよ。すごく一生懸命見てくれてたね。だから褒められすぎて気持ち悪いんだけど。
お客さんが真面目に解説してる。わかんない。わかんないけど楽しいの。でも、なんで私がこんなになっちゃってるのに、お客さんは平然としてるの？お客さんだけずるい。ずるいのが面白い。この遺跡、魔物とか出るの？なにそれ楽しい。やば、なんでそんな危険スポットにわざわざ踏み込んだの？私の相談なんか無視してくれてもよかったのに。それでも私は傷つくことも悲しむこともなかったのに。真面目で誠実なんだね、お客さんは。好き、そんなお客さんが大好き。わかんない、そうしなきゃって思ったの。この喜びを伝えたい。我慢できない、こんなの初めてだから制御できない。嬉しい嬉しい嬉しい、お客さんが私と話してくれる、私を見て私のことを考えてくれる。嬉しい嬉しい嬉しい。無理、この嬉しさを表現したい。私の嬉しさがお客さんに伝わってお客さんも嬉しくなってくれたら10倍も100倍も嬉しい。嬉しいが嬉しいを呼んで大爆発。私それを見たい、爆発したい。脱いで、気持ちよくしてあげる。お客さんを喜ばせたい。やめない、大丈夫だから。魔物ぐらい私が蹴散らすから、絶対に喜ばせてあげるから。なぜなら私が喜んでるから。それが伝わればきっと。どうして逃げるの、お客さん。怖くないよ、大丈夫だよ。私はお客さんのことが大好きだよ。待てー、絶対に許さない、ひき肉にしてやる。どうして、どうして、どうして、なんで私から逃げるの？お客さんは私のことが嫌いなんだ。中身が空っぽの気持ち悪いやつだって思ってるんだ。無理だってば。何回も言わなくてもわかるし、私のことをバカだって思ってるんだ。ムカつく。殺してやる殺してやる、切り刻んで殺してやる。憎い憎い、お客さんなんか大嫌い。無理、だってお客さんにムカついてたのは前からだもん。それが膨らんでるだけだから、完全に消し去るのは無理。ねえ、なんで、どうしてお客さんは冷静なの？そうじゃない、伝わってない。なんで分かってくれないの？私に興味がないからだ。優しくするふりをして本当はどうでもいいと思ってるんだ。ねえ、どうして動揺もしてくれなかったの？お客さんには私と違って感情があるはずなのに、どうして平然としてたの？ちょっとは驚いたり焦ったり怒ったりしてよ。ねえ、私は男の人にプロポーズされたんだよ。私がお客さん以外の知らない奴のものになるかもしれなかったんだよ。そんなの嫌だって、
認めないって言って欲しかった。感情的になって欲しかった。なのにお客さんは真面目に淡々と相談に乗ってくれただけ。論理的に解決方法を考えてくれただけ。違うの。そうじゃない。私が欲しかったのはそんな反動じゃない。そんな感情じゃない。そんなのはいらない。いらないの。あなたにはやきもちを焼いて独占欲を発揮して乱れて欲しかった。抱きしめて欲しかったの。お嫁になんて行くなって、そう言って欲しかった。私の気持ちを分かってよ。違うからね。あのアホみたいな遺跡でお客さんが見たものは全て何かの間違い。正気を失った人間が発した無意味な言葉の羅列。そう、決してあれが私の本心だったわけじゃないからね。勘違いしないでね。忘れてほしいの。わかるよね、私の言いたいこと。私があんな初恋に戸惑ってわけわかんなくなっちゃった小娘みたいな。そう、あれは何かの間違い。忘れて。一生分の感情を吐き出したから心が無になってるの今。いや、もともと無だけどね。ないよ、私には感情なんてない。だって私のことを愛してくれたお母さんが目の前で殺されても涙すら出なかった。ちっとも悲しくなかった。犯人の暗殺者を憎むこともなかった。違う、理屈は合ってそうだけど違うもん。恥ずかしいよ。みっともなくて情けなくて。いや、私お客さんの気持ちを試そうとしたんだよ。男の人に求婚されたとか言ってさ。それでお客さんがちっとも動揺しなかったからって拗ねちゃった。子供っぽくてバカみたいで恥ずかしい。ん？何それ、お客さんもちゃんと動揺してたって。感情って恥ずかしいね。悔しい。こんなことで喜んじゃってる。お客さんが動揺してくれてたって分かって嬉しい。嬉しいの。そんな私がやっぱりバカみたいで恥ずかしい。こっち見ないでお客さん。私今多分めちゃくちゃ変な顔してる。見ないでって言ったのに。お客さんのバカ嫌い。